はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、外ロケやっていきます。やっていきましょう。あのね、多分、ね、みんなもね、もう飽きてると思うから。そうね、絵代わりしたいもんね。うちの絵も飽きてるから。池袋に来てるね、今。はい。池袋に来てます。はい。まあ、人もまあまあいらっしゃいますね。で、そうですね。今日ね、質問していきたいのが、バンドオブチキンのライブに行ったことあるかないか。ああ。俺的に多分だけど、はいはい。多分ね、7% ぐらいだと思うんだよね。目標は100人に行こうと思ってる。おーすごいね、今日は3時間ぐらいで100人ぐらい聞けると思うんだよね。結構甘く見てる。甘く見てる、マジで。まあ、ただ僕はあの結構コミュ障なので、そこが心配なんですが、まあ気合い入れてやっていこうかなと。まあ俺は大体100人って言ったら、多分7人ぐらいはバンドのライブ行ったことあるって思う。うるさいな、コジ。と思うわけよ。どう、カオルはどんぐらいあると思う。いやー、100人でしょ、うん、ライブだよね。いや、2人とかじゃないかな。あ、そんな少ない。いや、ライブってなると意外といないかもしんないなと思ってる。リュウちゃんどんくらい行くと思います。いや、俺10人ぐらい行くと思うよ、マジで。10%、 10%、 10%、 10%、 うん、わかりました。東京よ、東京。それね、相当引き強いよ。じゃあ、早速行きたいと思います。はい、よし、勝負。じゃあ行きますか。じゃあ早速1人目ね。あ、ちゃんも女性2人組なんていいじゃないですか。いや、いいと思います。あれば、バンク待ってください。JK ノリですよ。JK のリーですね。JK じゃあ最初の人、はい、出てきたと思います。はい、インティブ立ってもいられず、俺は JK に声をかけた。すいません、はい、すぐ終わる。インティブ立ってもいられず、俺は JK に声をかけた。マンゴーフィッシンのライブに行ったことあるか、ライブに行ったことあるか、マンゴーアンケート的な。インティブ立ってもいられず、俺は JK に声をかけた。マンゴーフィッシンを存じない。存じない。すいません、足止めしちゃって、ごめんなさい。ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、女子高生。あの、はい、さっきの場所の人は怒られちゃったんで、うん、ダメだったらしい。うん、今、うん、ダメだったみたいですね。で、今ね、4人に聞いて、はい、ないね。あ、でも、100人中7人って予想してるから、うん、まあ、まだまだ、まあ、まだ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 でしょ。早く出会いたいですね。見つけてみたい。そうね、出会いたい。めっちゃリチに断られてた。すいません。あ、俺たちすいません。あ、俺たちすいません。時間ないですかね。すいません。僕たちバンプオブチキン大好き YouTuber っていう形でやらせてもらってるものなんですけど、バンプオブチキンについてのアンケート1個取ってるんですよ。で、ちょっとそれに10秒ぐらい答えてもらえればいいんで。これがいいわ、これがいいわ、これがいいわ、うん、まだあと96人来たんで。えぐいです。あ、じゃあ、 あの今から歩いてくるの。はい、お願いします。ダメだ、いきなりステーキだ。ライブに行ったことある人っていうのを探してるんですね。で、ある人ない人みたいな感じでアンケート出してもらってるんですけど、バンプオブチキンってご存知ですか。お、あ、本当ですか。お、ありがとうございます。で、そちらのライブに行ったことがあるかっていう、今撮ってるんですけど、どっちでしょう、どっちでしょうか。ですか。ない、ないか。いや、なかなか見つかんないです。すいません、お時間いただいてありがとうございます。すいません、ありがとうございます。忙しいです。ありがとうございます。すいません。ちょっとアンケートここあるないだけ。あるないだけ。答えてほしいです。ちょっとさ、生き降りやらして。ちょっとこっち掴んだかもしんない。意外としてるし。すいません、あのバンプオブチキンってご存知ですか。知ってますか。あれは知ってる。天体観測とか歌ってる。でもバンプオブチキンのライブに行ったことあるかないかって人が今質問されてて、この中に行ったことあるって人いらっしゃいますか。ないないですか。ないですか。はい、すいません。パリピゴチンチャンネルでやらせていただいてる。俺ちょっとコツ掴んだかもしんない。お、来た。いい流れで来てるよ。覚醒してるよ、覚醒、ね。最初に頭を下げて明るく行くっていうのはでかいですね。あ、すいません。本当に明るいのはでかい。まあそうね。頭を下げて明るく行くっていうのはでかいです。うんうん。今バンドの式のライブに行ったことある人とない人で何で来てるんですけど。ああ、ないです。ないですよね。はい。すいません、あのちょっとだけお時間いいですか。すいません。バンドの式でご存知だからやってますから、この中で。知ってる。おー、あの天体観測とかに向かってる人なんですけど、バンドでライブに行ったことある人を探してて、ないですかね。ないですよね。ないですかね。天体観測以外でなんか知ってる曲ってあったりします。ケイ、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 ケイ
カニブロチンサンデーとかで、ありがとうございます、すいません、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。メンタルも全然良かったね。いいね、ちょっとあの気持ちよくなってきました、ね。てかさ、あいつ行方不明なんだけど、いや、ほんとマジスンって消えたんよ、なんか一人どっか行っちゃったよね、うん、いやもう大変なんだからこっち、ね、電話も出ないんですよ、マジで、うん、失踪したんじゃない、ほんとに逃げ出したかもしれない、あのなかなかいなくて、そうなかなかね、うん、難航してますから、そう難航してますからね、どこ行ったの、ちょっと探してみましょうか、ね、ちょっと行ったら見えたんよ、はいはいはい、あいつが、でもいなくない、ちょっと待って、え、何、いた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 、見ました、見ましたよ、どこどこ、見ました、見ました、ちょっとあっちにいますね、マジで、はい、めっちゃ座ってるめっちゃ座ってる、ほらいるじゃないですか、え、ほらそこ、あのめっちゃ座ってる、下と同化してるから、何やってんだよ、あのすいません、あのすいません、ごめんなさい、ごめんなさい、探してまして、メロさんのこと、はい、どうしたんですかね、なんで座ってるんですか、どうなんですか、ほぼなしてか、なしだ全部、まあライブある人は見つかってないと思う、あんだけおしゃべりなのに一言もしゃべりすげえ落ち込んでるよ、バンプのライブに行ったことないっていう人がね、うん、まあまあまあ、まあ、それで落ち込んでおりました、はい、僕はもうメンタルやられて、あの聞きないんで、よろしくお願いします、おいお先で帰りますね、おーよい、あお疲れっす、本当に帰ってたよ、はい、ですね、今現在、今何時ですかね、今12時ぐらいですね、30分で聞いた数が27人、はい、おお、だったらね、多分ね、1人ぐらい聞いて、そうですね、調子いいよ、ね、2時間ぐらい経たないんじゃない、で、100人聞いて、俺の予想7人はライブ行ったことあるんじゃねえかと、なるほど、しましたね、はい、パラさんは2人ですよね、そうです、リュージョン何人やって、俺10人ぐらい、で今27人中、そう、ですね、10人はきついって、ゼロ、無理やん、ゼロ、うん、いや、1人ね、疑惑いたんです、1人ね、まあそうね、疑惑いたんですけど、なんかすごいシャイなお姉さんなのかな、あと73人ですかね、はい、ちょっとブーストして聞いていきたいと思います、バンプオチキンってアーティストも知ってますかね、はい、知ってますか、あ、知ってます、ありがとうございます、え、もうですか、マジですか、じゃあリュウジ行ってみよう、俺カメラマンやるわ、すいません、ちょっとお時間いいですか、すいません、バンプオチキンってアーティスト、大好き YouTuber でやってるんですけど、アンケート1個だけお答えいただいてもいいですかね、バンプだけ行ったことあるかないか、あります、ありますか、あります、あります、大丈夫ですか、ちなみに何のライブですかね、2005年ぐらいの時に電話かなんかで応募、はいはい、しないといけないやつを友達と一緒に、だいぶ初期っすね、そうです、パルマとかそんぐらいの時期っすよね、このちょっと後ぐらいに、はい、涙の会社とか、あー、はい、そうですよね、すいません、ありがとうございました、お時間いただいて、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、途中経過入ります、はい、1時間経って51人おい、来ました、はい、それで今もしきライブ行ったことある人、うん、なんとなんとドン、これですね、あとね、1人いました、おお、で、しかも1人プラス、うん、あとフェスにも行ったことあるということで、それはめっちゃレア、フェスで、ね、見かけたってことですね、ライブではないですけど、フェスで見かけたっていう人がいるんで、いや、でも1人いましたんで、はい、しかもそれがですね、2005年の、うん、あの電話でね、応募しないと、なかなかレアよ、ね、ツアー名、今ツアー名、ツアー名今ポンと出てこないんだけど、なんかスペシャルライブだと思う、とりあえず50人行ったんで、1回休憩します、休憩しましょう、はい、はいはい、これからも待ってきます、はい、うっす、うっす、ビータがありますね、ビータ、当たりさん、これ当たりなの、これ吸血狩り、ここ吸血狩りの、こんなとこ行こうとしてんだよ、吸血狩り、ここここですかね、約1名で脱落しましたちょっと関係ないですけど、風俗とかがちょっと多いですどんな豆情報、はい、ガールズバーとか結構ですねあの欲に負けてしまいそうなんです、もういいよ、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、なかなかいないね、なかなかいない、なかなかいない、てかなかなかいないです、チキンを天体観測は知ってるけど、はい、バンプは分からないって人が結構多いね、そう、バンプより天体観測の方が知名度ある、曲の知名度の方が高いレベルかもしれないですね、最後行ってみたいと思います、そうですね、はい、行きます、はい、内科のゲストの週ですけども、はい、ないですかね、あ、ある人います、ない、ないです、アンボーチキンってアーティストご存知ですか、知ってはいます、あ、知ってはいます、あ、本当ですか、ライブに行ったことある人を見つけてるんですけど、行ったことありますか、ないですね、バキ汗やべえかも、汗すごい、いや俺もやばいよ今、汗やばい、とんでもない、すいません、あのお忙しいね、あのバンプオチキンって、あ、わかるよ、
もしかしてライブ行ったことあります？ありますか？マジですか？え、本当ですか？すいません、ちょっとお話だけでも。あ、ワンマンではないですね。フェスで。フェスですか？全然。ちなみに何のフェス、何頃のフェスですかね？314のカウントダウンだったかな。え？なんか出たの。CD ですかね。ちなみになんかその時に何の曲歌ったとかわかりますかね？わかんない。でもなんかあの、無線我が家のやつ、何だったかな、覚えてないけど。ファイヤーフライ？いや、まあでも、二乗待ってそうですか？多分二乗待って人。おお、そうなんですね。すみません、ご協力ありがとうございます。あれとかいいですよ。これ、いいですね。ちょっと遅れましたあの、バンプのライブ行ったことある人もしてるんですけど、行ったことってありますか？いますかね。ないですか？ないですか？行ったこととか。山田やっぱこれだって人は難しいっすね。これはああいうなんかもやっけあるね、男性狙いをした。俺らはバンプオブチキン好き選手権やったじゃないですか。はいはい。あの感じの男性狙いですね。うちのメロはどこ行った？多分出張しましたね。出張した。俺もうどこ行くか分かっちゃったよ。マジで？何してたと思う、あいつ。全然予想できない。分かんない。いやでも普通に探してんのかなと。俺もうね、見つけちゃったもん。視界に入ってた。マジで？うん。じゃあこちら見てください。はい、どうも。え？あそこですね。あれ、はい、うちのメロ君ですよね。そうですね、うちのメロ君ですね。あれさ、ホテルの前でさ、なんかめっちゃ見てるじゃん。うん。デリヘリ何やってんだよ、マジで。めっちゃさ、なんか電話してなかった。電話してたな。めっちゃ見てるの。しかもなんか渋ってね、なんか値段渋ってね、あれ。値段めっちゃ見てるね。あ、ちょっと渋ってるね。あ、やっぱやめるか。やっぱやめるんだ。撮影中だもん。あ、さすがにな。行ったよ。行ったよ。行ったよ。だって好きそう。あれも好きそう。あれさんに言うと、そうか。なんか音楽とか聞いたりしますか？フォーロックとか。あれは好き。あの、バンポブチキンってご存知？あれ好きです。おー、本当ですか？100人、来ました。来ました。来ました。いや、だいぶ早い。来ました。お疲れ様です。うん。ということでですね、結果発表。結果発表。はーい。バンポブチキンのライブ行ったことある人？はい。僕の予想が、127人いるんではないか。カロさんは？僕2人でしたね。2%。はい。リュウジ。僕10人です。10人。十人。で、途中経過50人の時途中経過取りましたよね。うん、取りましたね。あの時1人でしたっけ？あの時1人です。1人でした。うん。はい。じゃああれから何人増えたのかという。はい。元の加速で一気に10人までいったことがあります。いや、ありますよ。結果ですね。うん。こちらです。はい。よし。せーの、ドドン。はい。こんな感じですね。ある人結局一人でしたね。一人ですね。まあそうなんですね。でも綺麗、あのフェス行った人はいたのよ。そうだね。二人ぐらいいたの。いた。これを入れたとしたらもう3人ぐらいですわ。ということで今回の結果、バンボブチキのライブに行ったことある人は100人中一人ということで。なるほど。オーロラアークじゃなかったっていうね。そう、確かにね。一番最近なのね。もうね、今多分見てる人で俺行ってるよとか言ってる人いると思うよ。いや、いると思うよ。なんで俺に聞いてくんなかったみたいな。叫びたがってる人いるもん。ぜひあのご参加ください。お願いします。はい。すみません。どうですか、感想的に。俺やっぱ少なかったかな、思ったより。あ、そう。俺ももうこんなもんだと思ってました。あ、そう。場所にも多分よると思う。よる。絶対よる。それは。今コロナでまたね、間違えてやってみましょう。そうだね。いや、全然やりましょう。もうあの俺んちもあのみんな笑顔出してるから。そうね。はい。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ということで、これからのバンプオブチキンお願いします。はい。それでは、今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。